武蔵小金井駅。武蔵小金井駅は、東京都小金井市本町6丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本中央本線の駅である。駅番号は、JC15。当駅を含む区間は、運行系統上は、中央線と案内される。運転形態の詳細については、該当記事を参照のこと、駅周辺の地名から。ただし、 小金井駅はすでに栃木県下野市の原、東北本線、宇都宮線の範囲にあり、新小金井駅もすでに市内の原、西武玉川線にあったため、旧国名を使用して駅名とした。利用者からは、ムサコと略して呼称されることが多く、野野はムサシ小金井、ムサコガーデンや、駅北口にある商店街、ムサコ一番街といった施設の名称にも用されている。 島式ホームに目に四線を持つ、高架駅である。改札は2カ所ある。なお野ののワクチ改札は、交通系、IC カードであるスイカ、パスもその他定型カードのみ利用できる。出口は、北口と南口があり、自由通路により北口と南口を行き来することが、できる。また、主本線は外側2線、1.4番線である。新宿。 東京方面の電車のうち、直接折り返す電車などの一部列車は2番線を使用する。3番線は2012年、平成24年6月17日より使用が開始された。早朝と深夜には、総武線直通や東京駅発着の各駅停車も運転される。それ以外の時間帯はすべて快速電車である。通常の下り快速は中野駅。 土曜、休日ダイヤは、吉祥寺駅から各駅に停車しているため、各駅停車と案内されることが多いが、行き先のみで案内されることもある。平日早朝の当駅始発の下り列車や、当駅止まりの上り列車は各駅に停車するが、時刻表では、快速と案内されている。駅の西側に、豊田車両センター武蔵小金井派出所がある。このためあたり駅始発、 終点の列車が設定されている。以前は、武蔵小金井電車区として、車両配置もあったが、2004年、平成16年に、豊田電車区、当時に統合され、車両はすべて移管された。JR 中央線は、2020年代の前半、2021年、令和3年度以降の向こう5年以内をめどに2階建てグリーン車を2両、連結させ12両編成運転を行う。 そのため、当たり駅や車両基地となっている、豊田車両センター武蔵小金井発出は、ホームの12両編成対応への改築及び、校内配線の変更、留置線の12両編成対応加工事などが実施される。2006年、平成18年4月1日から、駅開設80周年を記念して、江戸時代に、玉川上水沿いに植えられた名称、 小金井桜や小金井公園の桜にちなみ、桜桜が発車メロディとなった。当初は2007年、平成19年1月14日までの使用予定だったが、その後も継続して使用されている。なお、JR 山手線駒込駅の発車メロディも同様の曲を使用しているが、当駅とはアレンジが異なる。2003年、平成15年から2013年。 平成25年まで施行されていた中央線、高架化工事の影響で、駅構造はしばしば変化している。2007年、平成19年6月30日と7月1日に、下り線、2009年、平成21年12月5日と6日に上り線で、それぞれ高架切り替え工事が行われた。その後2012年、平成24年5月19日と20日に、 上り線増設工事が行われ、二面四線の高架駅となった。工事開始以前は二面三線、下り方面が短式の地上駅だったが、北口が京上駅舎化された後、2003年、平成15年9月28日から暫定的に四面四線となり、翌2004年、平成16年7月19日から2007年、 平成19年6月30日までは2面3線、上り方面が短式。2007年。平成19年7月1日から2009年。平成21年12月5日までは3面4線、上り方面が上で相対式。下り方面が高架上で、島式。2009年。平成21年12月6日から2012年。 平成24年5月19日までは2面3線、上り線が短式、現在は2面4線、両方とも島式のホームを有する駅とった。2009年、平成21年1月25日に出入り口が高架下に移り、1.2番線へはその先の階段、エスカレーターエレベーターを使い、地上の3番線へは高架下の入り口からスロープを使いホームへ向かう子になっている。 4番線へは、前線高架化された後に3.4番線ホームとなる部分が通路として使われていて、北口へ向かう。かつて南口には当駅が停車場に昇格して、以来の緑色の三角屋根が特徴の駅舎があったが、高架化工事に伴い2009年、平成21年1月24日か議事で、使用が中止され、解体された。 当駅のホームの変化を示すと、以下のようになる乗り場の番号は、南側から数えられている。2018年、平成30年度の1日平均乗車人員は62,578人で、JR 東日本管内の駅の中では、市ヶ谷駅に次いで、第74位。なお、この数は、中央快速線、東京高尾間で乗り換え路線がない駅の中では、 三鷹駅ついで多く、中央快速線内24駅中14位である。近年の水位は、下記の通り、駅前には中規模の商店街がある。駅の東側は南北に、小金井街道が走っており、中央線の高架改善は、踏切で線路と直行していた。北口は、バスターミナルとなっており、多摩地区の各地と結ばれている。 バスターミナルに面して、ドンキホーテ、1971年、昭和46年10月29日に開店した、長崎屋から、転換がある。このバスターミナルから、小金井街道までの道が、都道135号線であり、バスターミナルから西に伸びる道路は、都道136号線である。南口は、小金井街道に面する広場があり、伊洋などの店舗や、 中規模の市民ホールである小金井宮所の楽器ホール、小金井市民交流センターなどの公共施設が再開発によって完成した。南方向には商店街が伸びている。中央線の高架化工事と同時に商店街付近も再開発が進行中で商店の入れ替わりや建て替えにより2000年代から急激に様変わりしている。 南側に少し離れて連着通りが東西に走る。この道に面して小金井市役所がある。また、元はこの通りに面した市役所分庁舎の前に南口バスターミナルがあった。西には豊田車両センター武蔵小金井発出所、旧武蔵小金井電車区がある。その下を新小金井街道がくぐって線路と直行する。この道は線路の南北で連着通り、 都道136号と直行する。連弱通りはその西で線路を横切り、都道136号を合流する。従来、駅東側の小金井街道踏切は、平ずの踏切だった。また、西の旧小金井市公街道側の踏切も歩道橋は、あるものの同様に、平ずの踏切だった。特に二千三年、平成十五年九月の切り替え直後は、横断距離も、 遮断時間も長くなったことで、社会問題になった。その後応急措置として、歩道橋を設置したほか、翌年の切り替えで、横断距離、遮断時間とも切り替え前の水準に戻り、さらに2007年、平成19年7月の下り線効果でさらに短くなった。そして、2009年、平成21年12月の上り線降下化により、踏切は撤廃され、 南北の行き来がスムーズとなった。南口再開発の一環で、小金井市公会堂が2006年、平成18年4月に解体され、同年11月にプラウドタワー武蔵小金井が寄港した。この武蔵小金井駅南口第一地区再開発ビルは、伊東洋葛堂を各店舗とするアクウェルモール武蔵小金井が2009年、平成21年3月19日に開業し、 公共施設やマンションも併設された。2009年、平成21年9月17日には、バスロータリー南側にライフサポートショッピングセンター、セレオムサシコガネイ、ゲンノノワムサシコガネイサウス、JR 中央、ラインモール運営がオープンした。また、2015年、平成27年2月19日に、高架下に、商業施設、ノノワムサシコガネイ、 現路の,のは武蔵小金井イースト JR 中央ラインモール運営が開業した。2020年、令和2年夏には武蔵小金井駅南口第二地区第一種市街地再開発事業の一環で建設中のツインタワー武蔵小金井シティクロスが開業予定である。上記11施設は徒歩移動では少々難がありバスによる移動が便利である。2009年 平成21年3月19日に新設の駅前ロータリーに乗り入れを開始した。この他に校舎専用として、深夜急行バス、新宿駅発国立駅業のバスも停車する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。